皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、なんか逆光でごめんなさい。はい、ということで、森アリのニューヘアカラーこんな感じになりました。すごい結構これ多分あれなんだよ、多分っていうか寝起きなのでこうなってるだけで、このウェーブはかかってない状態が普通なんですけれども、多分ここら辺に動画が出せたらいいな。この、撮ってたかな。でもとりあえずウェーブがかかってないエクステをつけてきました。ちょっと寝起きなのでこのままなんですけど、こんな感じでエクステをちらほらとつけてきました。これ何本ついてるんだろう。でも20本くらいかな、ついてます。今回私がお邪魔したのはエンシェールズのカラーバターのこの間やってたシャメコンのなんですけれども、直営店さんのクリップジョイントさんにお邪魔してやっていただきました。で、そうなんです。ということで、大変長らくお待たせをいたしました。エンシェールズのシャメコン第3回、見事、グランプリをいただくことができました。ありがとうございます。すっごい嬉しかったです。はい。もうね、すっごい動画で言いたくてたまらなかったんです。てかもう、ツイートでも言いたかったんですけど、この髪をね染めに行くタイミングで発表したかったっていうのもあったんですよ。なのであとは一応カラーバターをいただけるっていうことがあってですね、3つカラーバターがもらえるっていうことで、その配送を待った上でですね、この動画を配信というか投稿したいなと思って、結構発表出てから日数経ってしまったんですけれどもですね、これパンフレットもちゃんと入ってます。すごいこういう感じでいろんな紙ができるよっていうのが入っていて、はい、こんな感じで。すごい可愛いんだよな、ベイビーピンク。私がいつも使ってる色、この色なんですけど、こんだけカラーがあります。で、カラーの組み合わせは本当に無限大です。いろんなカラーができます。で、このクリアクリームっていうのね、いつも薄めて使っていたんですけれども、今回は直営店さんということで、本場のこういう風に混ぜるんだとか、こういう風にやるんだっていうのを見せてもらいながら、おーと思って高まってたんですけど、で今回私が入れてるこの色はこちらのエンシェルズのカラーバターではなくて、新しい方のこちらマジカラーを入れてます。すごいギャンカワって書いてあって、ヘアマニキュアマジカラーでドーンドーンって感じですね。こんな感じ、すごい可愛いんですけど、私が今回入れてるのがこの蛍光マジピンクと蛍光マジカルパープルと蛍光スチームシルバーと蛍光ケミカルイエローのこの1234個を入れてます。でこれ本当にすごいのがエンシェルズのカラーバターって、これいただいたのはですね、今見せるって言って見せてなかったのごめんなさい。いただいたカラーバターなんですけれども、私が色をね選んで、この色が欲しいですって言って商品ねもらったんですけれども、はい、まずフラッシュピンクですね。ちょっと濃いめの、多分このぐらいの発色するやつですね。濃いめの色をいただきました。そして、チェリーピンクですね。これは、これから秋なのでちょっと大人っぽくしようかなと思ったんですけれども、次に入れる色は違う色になりますちょっと最後にね言おうと思ってたんですけど、次入れる色っていうのはもう来週には多分色が変わってます。この色じゃなくなってしまってるんですけど、ベイビーピンクのちょっと淡い色を入れようかなと思ってます。で最後に、はい、こちらシルバーいただきました。なんでかっていうとね、この色を掛け合わせるとちょっとベージュっぽくなるんですよ。なのでこんな感じの色味がクッと似ているけれどもちょっと違うというか、暗い色にしたかったんだなっていうのがこの3色を見ればなんとなくわかると思うんですけど、なんかこう混ぜてちょっと暗くしようかなと思ってこの3色をいただきました。でこのマジカラーのお話に戻るんですけど、このエンシェールズは20分ぐらい私いつも置いてるんですね。でも置きたい時は本当に結構な時間置いてる時もあるんですけど、マジカラーは本当にマジかって思うぐらいですよ。シャレじゃなくね、こう例えばこれ今エクなんですけど、エクに色を入れますと。んでじゃあピーって塗るじゃないですか。ピーって塗ったらもう色ついてるんですよ。でこのなんていうの、もうすぐに流してもこの色になってるんです。なのですごい本当に蛍光発色が半端なくて、発色が本当にいいし、めちゃめちゃやばかったです。でここ見てもらうと分かるんですけど、うにゅ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 うって出しても本当にチューブで出すのでコスパもめっちゃいいし、すごいね、めっちゃとりあえずテンション上がって、私一人でなんかうにゅ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 うって出しまくってたんですけど、でも本当にまたエンシェールズとは違ったね楽しみ方ができるかなと思います。はい、ということで今回の動画はエンシェールズのグランプリをいただきましたという動画と、新しい紙にしてきましたっていうブログな感じの動画でございました。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらいいねのボタンと下のサブスクライブの赤いボタン、登録ボタンを押して登録をよろしくお願いします。ということで、森有でした。バイバーイ。 Twitter、Instagram のIDは横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。